Hello everyone, this is Conan's channel. 今回はお待ちかねの第一弾質問コーナーをできます。たくさんの質問ありがとうございます。早速やっていきましょう。登録者数5000人おめでとうございます。大学では何を専攻していますか？ありがとうございます。大学では映画制作を専攻しています。今まで行ったことある国で一番好きなとこはどこですか？やっぱり日本ですね。美味しいので、あと楽しい、友達とかもいるので。でも観光的に好きなところはベトナムでした。理由はまた食べ物になるんですけど、食べ物だったり観光スポットもいろいろ楽しかったです。今一番行きたい国を教えてください。今一番行きたい国はグリースです。なぜそんなにいろんな国を回ってるんですか？それも私よくわからないんですけど、引っ越しと旅行でいろんな国に回ってます。大学1年のスイス人の男の子と半年ぐらいチャットしているんですが、話題がだんだん減ってきてて、これからも関係を続けるためにどんな話題で話したらいいと思いますか？おお、すごいね。そもそも1年半年か、半年間チャットしてるデディケーションがすごいと思うんですけど、政治とかは避けた方がいいと思いますが、最近のニュースとか、自分の最近のニュース、例えば何かの試験やったよとか、何かのアートワーク作品作ったよとか、引っ越したよとか、まあそんな感じのものとか、あとは食べ物のこととか、もし日本を来るとしたらどんなもの食べたいとか、質問系がいいと思います。あんまりピンとこないかもしれませんが、将来自分の子供に習得させるとしたら英語以外だと何語がいいと思いますか？ビジネス的に考えると中国語とか、あとアメリカで働く場合スペイン語、アメリカの西海岸はスペイン語を話すアメリカ人が多いので、中国語、スペイン語とかですかね。将来何をやりたいのか、何をさせたいのかにもよると思います。5000人おめでとうございます。母国語以外を学ぶときどんな教材を使っていたかを教えてください。あとは普段どこの国の食事が多いですか？ありがとうございます。母国語以外はだいたい学校で学ぶので学校の教科書を使ってました。中国語を学んでいたので Easy Steps to Chinese っていう本を確か使ってましたが、だいたいは教材というよりも授業のレッスンが中心としてなるので、あんまり教材とか使わなかったですね。どこの国の食事、まあ、アメリカに住んでるからアメリカの食事だと思うんですけど、家だと母親は日本人なので野菜炒めだったりそうめんだったり、たまにパスタ、まあ、だから日本食かな。大学で A や A プラスのグレードを取るためにどんな苦労がありますか？欠席を全くしないこと、宿題を事前に提出すること、クライテリア、課題とか論文で何を要求されているかちゃんと確認して、自分の課題や論文と比べてちゃんとそれを満たしているか常に確認することをしています。 YouTube を始めたきっかけは自己紹介の動画で説明しています。趣味、息抜きは何していますか？息抜きと趣味はちょっと私的に違うんですけど、息抜きといえば昼寝昼寝とか、うん、趣味だと、まあ、こんな感じで動画作ったり編集したりするんですけど、それは息抜きとちょっと違うかな。あとは日本のバラエティとか見てます。最近びっくりしたことは雪の結晶を実際目にしたことです。すっごく小さくって、雪の結晶とは知らず黒い手袋の上にポツンと乗ったのをよく見たらすごく綺麗な模様で、もう興奮しました。それから家に帰る途中はずっとこんな感じで、空から降ってくる白いものを全部キャッチしようとして、数々の違う模様の雪の結晶を見て比べてました。昨日の晩ご飯は何ですか？サラダとパスタでした。5000人おめでとうございます。もしアメリカに来てよかったこととちょっとがっかりしたことがあればぜひ教えてほしいです。ありがとうございます。アメリカに来てよかったことは、店員さんとかも英語を話しているのでちゃんと通じることです。ちょっとがっかりしたことは、食べ物がすごい脂っこいこと、そして犯罪が日常茶飯事っていうことです。隣の駅で発砲事件あったり、隣の病院で発砲事件があったり、もうこれがアメリカ。つきたい職業は映画関係の仕事です。質問ですが、恋人はいますか？また学校の友人や家族には YouTube に動画をアップロードしていることは伝えてますか？恋人はいます。学校の友人にはみんな伝えているんですけど、写真とかね、グループフォトとか載せたりするので、もちろんみんなの許可を得るためにそういうのをいろいろ話してたり、みんなで動画撮る予定もあるので、はい、友人には大体全員伝えています。家族には伝えていません。止められそうなので。ネックレス綺麗ですね。好きなネックレスのブランドとかあったら教えてください。彼女のちょっとしたプレゼント探し中。いいね、ネックレス。ネックレスのブランドで好きなのはスワロフスキー。
ですね。すごい派手にゴージャスというわけでもないけど、プレゼントとかにはいい感じ。スワロフスキーよりもちょっとお手頃なプレゼントを買いたいという方には、お世話屋っていう原宿の竹下通りにあるアクセサリーショップがあるんですけど、そこのネックレスもこんな感じで、ペンダントが小さいネックレスがたくさん売られています。そこでも私、星のネックレスとか雪の結晶とか猫のネックレスなどを買いました。ご選任おめでとうございます。付き合うなら日本の男の子と海外の男の子、どちらがいいですか？ありがとうございます。もう付き合うなら、うん、人間だったらどっちでもいいです。日本がタイプとか海外の子がタイプっていうのがあんまりないんですけど、海外の人に会う機会の方が断然多いので、そっちの方になっちゃいますかね。日本の男の子でも海外のことに興味持ってくれたり知識があったら魅力的だと思います。自分の大学には韓国人がどのクラスにも行って、たまに中国人もいますが、日本人には会ったことがありません。そちらの大学はどうですか？私も日本人には会ったことがありませんね。動画のネックレスどこのですか？これはプレゼントでいただいたのでどこのか分かりませんが、香港でプレゼントでいただきました。アメリカで今流行っているコスメは食べ物を教えてください。コスメはあんまりわからないんですけど、フーダビューティーの新しいパレットとか、カイリー・ジャネルのリップキット、またはロレアルパリのラッシュパラダイスというマスカラが流行ってます。食べ物は人気といえばピザとかマックンチーズですね。かりんちゃんの将来の夢は、さっき職業の問題に答えたんですけど、それと同じで映画関係の職業についてって言っても、最初はやっぱ下っ端から始めるので、後に自分の想像と世界を映像にして皆さんにお届けることができたらいいなと思います。プロとしてどこの国の友達が多いですか？カナダとアメリカが一番多いと思います。考えるとき夢の中では英語ですか？これはシチュエーションとかによるんですけど、例えば親とは日本語で話してるので、話してる間考えるとしたら日本語で、友達の間だと英語で考えてます。夢の中では英語が多いかな。ルームメイトと会話するときは英語なので、英語が頭の中に残ったまま寝ると夢の中では英語です。次日本に帰ってきたらどこに行って何したいですか？私はハリネズミカフェ、六本木にあるカフェ行きたい。あと原宿の柴犬のカフェに行きたいです。日本で欲しいものは、うん、無印のペンはい、以上で私の質問コーナーでした。ざっくり17人の方からの質問を答えましたが、質問コーナー楽しみにしてるよっていうコメントもいただいたので、これで楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価もお願いします。 LINE、 Twitter、 Instagram もやってるので、ぜひチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。